違法待ちだゼルビアさん。現在炎上中のラフプレーが VAR でバレ始めてる模様。VAR で上位争い時に痛い目見るべきだし、この点だけは本間くんクラブ。それに強い言っても ACL 東アジアの劣化スタイルのくせに偉そうにしすぎ。どうやって相手を止めるかではなく、どうやって失敗させるかに心血を注ぐ黒田らしいやり方だな。目には目を、歯には歯をで分からせるしかないな。町田は負けてる状況なのにロングスローに時間かけてたのはアホじゃないかと思った。中盤で町田のプレスをいなせるクラブは負けないと思うけど、そういうクラブもすでに対戦済みの広島ガンバを除けばマリノスセレッソ、ギリ神戸くらいかな。カードが出れば苦しいのは町田。他のチームやサポーターからの批判がもっともっと出れば審判もそのバイアスによってよりファウルに厳しくなるだろう。町田のファウルが多いからなん。ずるいって。町田はファウルが多いから勝ててるだけ、なんて理論成立しないでしょ。町田のファウルを利用して町田に勝ってください。VAR だと一発レッドじゃないと介入できないからな。まだ見逃されてる事象が多すぎる。やっぱこの監督嫌いだわ。山田の時から相手のスローイン妨害したりやりたい放題。町田には悪いけど落ちてくれ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメント、よろしくお願いします。